んにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界戦するマッチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。去年ね、はい、今年の三大ニュースっていう形で取り上げた、うん、最後ねことがあったんですけども、はい、あの時にねコメントいただいたのがこの裏のね小結び昇進っていうのも挙げたいですっていう、ね、なるほどね、声をいただいたんですけど、あれ実はね、うん、私たちも収録終わってからあそれ言ったらよかったねっていうようなことはちらっと言ってたんですよ ね、うん、前頭の活躍っていう話をしました、うん、はい、話の続きでしたらよかったねって言ってたのが裏だけじゃなくて、はい、友風、そうですね、うん、この裏と友風が大怪我をして序二段まで落ちて復活してきたっていう感動は何度かお話ししてたんですけどね、まあ確かにねもうこの裏の小結び昇進っていうのは大きなニュースですね。そうですね、まあ、怪我がね、うん、痛い怪我して戻ってきてまた怪我して落ちてやから、うん、なかなかこう復活には困難をね要した怪我だったと思うけども、うん、やっぱりそれだけね精神力が強いんでしょうね、うん、友風なんかは、うん、もう土俵に立てないんじゃないかっていうぐらいの怪我をされてたんでね、うん、ここはもう本当に復活賞の一番手でしょうね、うんうん、あこの前も若隆景や伯桜鵬も長く休養して幕下まで落ちたっていうのも一つのニュースとして取り上げましたけども、うん、この小倉とか友風とかを見るわしたらね、うん、まだまだ離れそうな状況ではありますよ ね、 ね、怪我の状態と精神的なものがあるから、うん、それは何とも言えないんだけど、うん、怪我で落ちた力士が復活していく、たと、うん、えね今の上り調子のもう順調に来ている力士でも、うん、一つの怪我がね、うん、すごいこうもう相撲人生に関わることになってくる、うん、だから特に友風なんかよく私はね、うん、あそこまで帰ってきたと思うし、うん、大体の力士がね相撲を取ってても、うん、なかなかね元の地位に戻れる力士っていうのは少ない、うんうん、まあ、私のが現役時代に私の部屋でもね関取には行ってなかったんやけども、うん、何人かの力士大怪我をしたんですけど、うん、それをきっかけに辞める力士とかも多かった。稽古はするけども、うん、昔ほどの力が発揮できない。それはそうですね、うん、年齢もだんだんいってきますしね、うん、まあ、裏でももう30歳ですかね、友風でももう30歳近くなってますので、まあ昔やったらねもうそろそろ引退かななんていう我々の時代はね、だから私なんかも30超えた時に、うん、あ、30だと思って、うん、32とか3いないやんみたいな感じの時代だったけど、今相撲の引退年齢が伸びて年を取った人が結構いるんで、うん、まあ若隆景ももう29歳ではありますけども、うんうん、今の時代やったらまだまだ若い、まだまだこれから大関狙えるよっていう感覚はありますよね。そうですね、うん、ベテランの年には達してるけど、うん、まだ体力とか相撲は全然若い力士の中の一人やと思う。そうですね、うん、何回か取り上げてますけども力士の平均年齢もねどんどん上がってきたっていう。だいぶ上がってんだろうね、うん、ありますよね。私の時代で一ノ瀬さんとかは相当やったって話題になるぐらいの方だった。何歳までやったのかな、40代半ばぐらいでしたかね。でも、うん、その人が一人ぐらいだったんだけど、まあ、今は何人かいるからね。もう40超えてる力士が何人もいますしね、うん、まあ一番、まあ、現在年上なんか小傑なんですけどもね、まあ、小傑はねさすがに力が弱ってきたとはいえ、うん、まだまだ若々しい相撲は取ってますよね。そうね、小傑の相撲を私も衛星放送で見るんやけども、うん、プライドがあると思うんですよ、うん、勝ちたいっていう相撲を粘る相撲を取ってる。まあ、小傑と言いましたらね私すごく感動したことがあるんですけど、照ノ富士が、まあ、入ってまだ数年ですかね、もう今上り調子の勢いのある若手って言うた時代に、うん、小傑照ノ富士戦があったんですけど、はい、もう小傑が粘りに粘って最後勝ったんですね、うん、勝ったんやな、うん、その時点でももう小傑の35歳とかそのくらいで、うん、まあ、正直ねそんな上り調子の、勢いの良い若手相手に35歳でそこまで頑張るかっていう気がして、
それ以来私小血のファンなんですよ ね、まあ、そういうの見るとね、うん、応援したくなりますよね、うんうん、やっぱ年取ってもう落ちていく段階の時に上がっていく力士と絶対当たったりすることあるじゃないですか、うん、諦めるって言ったら失礼なんだけど、うん、そういう気持ちになることはあって、まあ、うん、それが正直なところでしょうけどもね、うん、でもね、やっぱで、うん、まあ、年齢だけじゃなくって下の方で正直やる気ないんかなっていうような相撲を取る力士も多少いますよね、うん、中にはね、うん、どうかな、これ相撲取ってて、うん、相手に失礼じゃないかなっていうような方もね、うん、そこが最高位か、うん、もう落ちてきた力士か分かんないんだけど、うんうん、でもその中で、うん、そこの地位で何とか勝ち越しでも したいという気持ちを見せてほしいね、うんうん、そこでもういいやもういう相撲は取ってほしくないね、やっぱりね、まあ、相撲を取るのが仕事なんじゃなくって、うん、お客さんに見てもらうっていうのがもともと力士の仕事だと思うんですね、うんうん、だからお客さんが見てああいい相撲だったっていうふうに拍手してもらえるような、まあ、気合のある力のあるまた技のある相撲って見たんですね、うん、ベテランはベテランなりに、うん、こう負けてもさすがに弟子だなっていうようなね、うん、そうですね、うん、まあ、長くいる力士も多々いらっしゃいますけども、うんうん、もうそれが取れなくなったらこれ潮時かなっていう考えも大事かもしれないですね、うん、私がね、うん、15年やってその時代は15年も やったなっていうような感じだったんだけど、うんうん、今はもう15年なんか通過点でしょ。そうですね、あの松武蔵さんの弟弟子の星野龍 も、はい、もう30年今年45歳になりますんで、すごいね、1年間一緒にしたんかな、武蔵川部屋で同じ釜の飯を、30年ってもうすごいね。そうですね、うん、キビキビとは頑張ってるんで、うん、まあ、あの弟弟子たちのいいあの指導者としては、そういう人も絶対必要なんですよね、うん、裏方で部屋をどんどんこう継いでいく、いてくれると手本になるというような棋士が残ってほしいですね。そうですね、まあ、あの強いばっかりじゃないから ね、まあ、ね、もうずっと朝から晩まで同じ部屋で生活してる中で、うん、一つのこう家族のような生活をしてるからね。ベースボールマガジン社の方の初場所展望号なんですけども、はいはい、私もこれを提供しておりまして、ね、はい、こういう表なんかも作っております。それとともに61ページの終わりの方から62ページにかけて、まあ、私の見解書かせていただいているので、また興味ある人は見てほしいなと思います。はい、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。また次回。さよなら。